師匠、東京大学大学院工学系研究科建築学専攻、張宗雲殿。研究という小さな囲いの中の井の中の蛙ではなくて、常に社会とのつながりの中で大いに活躍してほしいというのが日本科学協会の願いでもあるのです。皆さんが研究者としてこれから大きく羽ばたいてくださることを期待しております。で、私たちは特にこの研究の女性をしただけで終わってしまうということではなくて、極めて人間的なこのネットワークを作っていくというところに実は重点を置いているわけでございますから、新しい時代を築いていくのは常に若者の特権であり、また責任であるということを自覚をしていただきまして、情熱と忍耐と、そして継続と、ということで、さらなるご研究の成果が上がることを心から期待をいたして、おめでたいので、にこやかに。